はい、ということで、本日ね、公式さんから、新エピソードキャンペーンがね、明日公開されるよっていうね、告知の画像が出てるんですけど、まあ、この画像ね、どっかどう見てもナメック星ですよね。そう、新しいエピソードキャンペーンはね、もうフリーザ編でほぼ確定なんじゃないかなということで、まあ、今回はそんなフリーザ編のね、まあ、来そうな新キャラというか、まあ、来てほしいね、個人的に、まあ、リミテッドキャラ、ウルトラキャラ、あとは、既存のキャラクターの強化、なんかをね、話していけたらなと思います。一応ね、昨日と一昨日のね、ヒント画像も、まあ、ナメック星関連のね、画像だったということで、まあ、ほぼ確定いいんじゃないかな。うん。昨日の宇宙の画像に関してはね、ナメック星に向かう途中だし、亀仙人の画像、これがちょっとね、最初、まあ、いろんな考察が生まれてましたが、まあ、一応このね、ナメック星に行く前に、亀ハウスにね、寄ってるということで、うん。まあ、一応このね、伏線も回収できてるんで、まあ、フリーザ編確定でしょう。うん。はい、まずいきなりね、来てほしいウルトラキャラクターから紹介していくんですが、ウルトラフリーザですね。いやー、これは来るんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどね。うん。ナメック星編でウルトラキャラクター誰出すってなったらフリーザぐらいしかいないですよね。ウルトラ悟空も一応無課金キャラでいるし、うん、やっぱウルトラとなったらやっぱフリーザになりそうな感じは、まあ、するかなと思いますね。で、まあ、最終形態フリーザかフルパワーフリーザ、まあ、どっちもね、ウルトラエンス入れれると思うんで、まあ、どっちかなんじゃないかなと予想はしておきますが、個人的にはフルパワーフリーザで来てほしいかな。うん。感じが好きなんで、はい。いやー、まあ、でも最終形態の可能性も全然あるけど、うん。まあ、それか、もしかすると、レジェンズ初の多段階変身キャラで実装されても面白いですよね。第一形態から、第二、第三ってね、なっていくとかだったらちょっと面白いなって思うんで、まあ、フリーザはね、まあ、さすがに、まあ、何かしらのウルトラかリミテッドかどっちかではね、来そうかなと思います。うん。てか来てほしいですね。うん。ウルトラのね、フリーザの演出見たいし。ということで、ウルトラのね、予想はフリーザでした。はい、そしてね、続いて来てほしいリミテッドキャラクターは、20倍海洋拳ですね。いや、これ本当に好きなんですよね。海洋拳っていうのがそもそも僕めちゃくちゃ好きで、やっぱり自分のね、体の体力の代償を払うことで強化されるっていうのが中二病心をくすぐって、子供の時めっちゃ好きで、この20倍海洋拳の悟空の絵をめっちゃ描いてた記憶がある。多分実家のどっかに探したらね、この20倍海洋拳のなんか自分で作ったオリジナルカードとかね、どっか探したらあると思うんですけど、もうそんぐらい好きなんですよ。で、一応レジェンズに20倍海洋拳いるんですけど、もう誰も使っとらん。うん、実装当初から誰も使っとらん。一緒に来た復活フリーザー今でも環境で使われてるぐらいね。まあ、あれなんですけど、こいつは本当に実装から今まで誰も使ってるの見たことないぐらいのキャラクターなんで、まあ、リミテッドで実装してあげてね、20倍海洋拳を救ってあげたいなーと思ってますね。まあ、ワンチャン変身とかで実装する可能性もあるし、まあ、あとは、もう最近のリミテッドウルトラには全員ね、ユニゲがついてると思うんですけど、20倍海洋拳なんてね、ユニークゲージとめちゃくちゃ相性良さそうじゃないですか。体力ゲージみたいな。うん、20倍海洋拳、このユニークゲージの時だけ活動できるよみたいな。そういう感じにしたらクソかっこいいと思うんで、まあ、個人的にね、フリーザ編で一番来てほしいリミテッドキャラクターは20倍海洋拳なんでね、紹介しておきます。すいません、今さっきちょっと話し忘れたんですけど、海洋拳はね、やっぱ特有のね、音が欲しいですよね。うん。ほわーんみたいな。で、はい。今画面に映ってるのがウルトラ悟空ですね。初のウルトラキャラクターです、レジェンズの。もう本当に当時ね、鳥肌立ちました。いや、こいつがね、もうここでフリーザ編キャンペーンが来るんだったら、絶対に全開か、専用ユニフラもらえると思ってます。まあ、特に全開来てほしいかな。初のウルトラの全開覚醒キャラクターに、まあ、なってほしいんで。いや、こいつはマジでね、強化来てほしい。うん。今回来ないといつ来るんだっていう感じだと思うんで、おそらくね、フリーザ編キャンペーンだとしたら、まあ、確実にどっちか、うん、前回かユニフラーもらえるんじゃないかなと思ってますね。で、当時もね、結構サイヤ人パーティーの若枠で強かったし、僕、人造めっちゃ使ってたんですけど、本当にこいつ浮かんなくて、スーパー17号でカバチェンしてもね、こいつの必殺圧、突進系なんでめっちゃダメージ受けたりとかあったんで、もう本当に、ね、強い無課金キャラだったんで、まあ、久しぶりにね、ぶっ壊れの無課金キャラ作ってほしいんで、うん。こいつの強化ね、してもらいたいですね。はい、続いて、中山ですね。まあ、中山ももう使ってる人いませんが、今の環境本当に青属性がぶっ刺さってるんですよ。まあ、ベジットブルーがもう主な原因ですけど、もうあいつに対してね、青属性しかも超強力なカウンターを持ってるということで、専用ユニフラもらってね、復活することができたら、もう環境一気に変わると思うんですよ。なんで、こいつもちょっと前回ももらってるんで、専用ユニフラですね。
まあ、専用ユニフラ自体は持ってるんですが、まあ、最近来てる、覚醒キャラクターに来てるね、覚醒専用ユニフラって言ったらいいのかな。うん、前回覚醒キャラに来てる専用ユニフラが、まあ、来てもおかしくないんじゃないかな。初のリミテッドキャラにね、来てほしいなと思ってますね。うん。まあでもね、この通常 SP の前回覚醒組がもらってるユニフラって、まああんまり、まあ元がちょっと弱すぎてね、結局環境入りできてないキャラばっかりなんで、中山に配るんだったら絶対にぶっ壊れにしてほしい。うん、環境で使えるぐらいのね、性能にはしてほしいですね。うん。ということでね、一応この中山のユニフラもね、期待しております。あとまあフリーザ編で言うと、フルパーフリーザ。こいつも前回覚醒ね。控えてるキャラクターなんで、まあ、来たらめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思います。それこそもう純系譜めちゃくちゃ強くなるんじゃない？今でもね、結構、もう普通のね、純系譜、うん、見かけるようにはなってるんで、まあ、色的にもね、黄色属性なんでね。まあ、ベジブルちょっと重いけど、極振りとめちゃくちゃ相性いいし、周りのキャラにはすごい恵まれてる、状態なんで、まあ、今覚醒来ても全然いいんじゃないかなと思います。ちょっと前とかだったらね、こいつ、腎臓にピン刺しで使われたぐらいなんで、ポテンシャルは秘めてると思います。常時貫通なんでね、環境にはブース刺さってると思うんで、まあ、こいつの全開覚醒もすごい期待してますね。はい、今ね、フリーザ編で相当してるんですけど、まあ、他にも来そうなキャラって正直めちゃめちゃいるんだよね。まあ、ギニューだったりね、リミテッドできたら結構面白いと思うんですよ。うん。とかだったり、あとは、まあ、この元気玉悟空なんかもね、ユニゲで、ね、ガンマとか弾込みみたいな感じで時間稼いで、元気弾ぶち当てるみたいな、まあ、そんなのもできると思いますし、他何かいるかな。まあ、それこそザーボンドドリアのタッグとかね。結構来そうじゃない？エクストリームでザーボンドドリアコンビとか来たら面白そうですよね。まあ、あとこのクリリンご飯コンビもね、全然、まあ、来そうではあるよね。その、可能性としてね。やっぱ出せるキャラクターが本当に多いんで、ちょっと今回フリーザ編、あとまあ、ネイルと動画ピッコロ。これも結構好きなんだよね。かっこよくね？あのピンチに駆けつけた時のピッコロさん、本当に好きなんですよ。とか、まあ、普通に純粋にこの、第三形態フリーズと戦う時のご飯もかっこよかったよね。うん。とか、もあるんで、あとギニューもさ、ちょっと話し忘れたけど、ボディチェンジとかもさ、ガチで実装してほしいよね。こののボディチェンジってさ、体結局返すじゃないですか。もう返さずに敵のキャラをそのまま奪い取るみたいな。そんなのしたらクソ面白そうなんで、ちょっとね、本当に、あの、フリーザ編のキャラクターにはね、めっちゃ期待しております。皆さんもね、まあ、いっぱいこんだけキャラいるんで、まあ、ここにも載ってないね、来そうなキャラクターとかもいると思うんで、ぜひね、コメント欄で、まあ、このね、フリーザ編のキャラクター来てほしいよとかあれば、書いてくださると助かります。まあ、でも僕がね、本当に来てほしいのはさっきも言った通り、ウルトラフリーザと、20倍海洋圏、リミテッドで来てほしいなぁ。うん。ということでね、まあ、明日からキャンペーン始まって、で、一応あれなんだよね。メンテが、ショップメンテとガシャメンテが入ってるんで、おそらくね、水曜から新キャラ来ると思うんだよね。うん、この感じ的に。だいたいショップとガシャメンテ入ってる時って、新キャラが、新ガシャが来るタイミングだと思うんで、おそらく水曜からもう始まると思うんですよ。なんでね、フリーザ編のキャラクター好きなキャラいる方はね、石温存しましょう。あと、PVP もね、なんか18時までメンテですでね、当倍なのに。うん。で、ちょっともう、時間稼ぐためにちょっと話しますが、今回のね、PVP の、もう終わりますけど、報酬、このグループランキングの1位報酬がめちゃめちゃかっこいいんだよね。これ PVP の1位取った時の称号みたいな感じのね、構成されてて、めっちゃかっこいいんですよ。うん。なんでね、ちょっとグルラン1位ね、まあ、Z グループはね、結構きついと思うんですけど、僕、前回シーズンコロナでダウンしたおかげで S グループに落ちたんで、S の1位だったらね、S とか A とか、その辺の1位だったら、ちょっと頑張ればね、全然、目指せる範囲だと思うんで、この称号をぜひね、取ってもらいたい。めっちゃかっこいい、本当に。ちょ、これ取り逃すのね、本当に損すると思うんでね。狙えそうな方はね、ぜひ、S グループじゃない、このグルラン1位称号、まあ、狙ってみるのもね、いいんじゃないかな。石ももらえるしね。うん。ということで、皆さんぜひね、フリーザ編も楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。